両宮山古墳は岡山県赤岩市保崎和田にある古墳。形状は前方公園墳。両宮山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。備前地方では最大岡山県では第3位の規模の古墳で5世紀後半頃の築造と推定される。岡山県南部本宮高倉山南東6の線状地斜面に 築造された巨大前方公園墳である。一帯では本古墳含む前方公園墳4基ホタテ貝形古墳2基などからなる領宮山、古墳群の映像が知られ、本古墳はその主墳になる。墳球場では前方部に領宮神社が造営されているほか、墳球周囲部ではこれまでに数字の発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で、 噴球主軸を傾斜面と平行とし、前方部を南東方に向ける。噴球は3段蓄星。噴球長は206メートルを測るが、これは備前地方では最大規模で、岡山県では作山古噴、作山古噴に次ぐ第3位の規模になる。噴球の左右首レブには高い作りでを有する。噴球表面で吹き石 埴輪は検出されていない点で特色を示す。主体部の埋葬施設は未調査のため明らかでない。墳丘周囲には二重集合が巡らされており、集合を含めた全長は349メートルにも及ぶ。二重集合の内外堀は周辺田畑に埋没しているが、内堀は現在も水をたたえる。また周辺では公園部側に培長と見られるアダチャウス山古墳が、 築造されている。この両宮山古墳は古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。周辺古墳では森山古墳が後継主長墓と推測され、続いて主仙田古墳、小山古墳、周り山古墳と規模を縮小しながら築造された。また、木々の三大古墳としては作山古墳、作山古墳に次ぐ三番目の築造になるが、 両古墳と異なり二重集合を採用して、機内型の予想が強い点、及び巨大古墳でありながら本古墳には不起意し、埴輪が見られない点が注目される。なお、日本初期、有力天皇期には、キビの反乱伝承が見えており、その伝承と両宮山古墳以後に、キビで古墳規模が縮小することとの対応を推測する説がある。古墳域は1927年に、 国の史跡に指定されている。なお、両宮山古墳付近では、後世に古代山陽道が引かれているほか、西側では後世に、備前国分寺も営まれている。両宮山古墳の航空写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。古墳の規模は次の通りまでの調査による、復元地。 噴球場を200メートルとする説の場合には、全国第36位の規模に位置づけられる。古墳の築造規格としては、大線量古墳や、五病や古墳との類似が指摘され、大線量古墳との比較では、約5分の2相似型になる。噴球周囲に巡らされる外堀は、公園部側で、幅約13メートル、前方部側で、幅約20メートルを測る。二重集合は、 機内大応募に顕著であるが、木備地方では、例が少なく、両宮山古墳被装者の格式の高さが示唆される。和田茶臼山古墳墳丘両宮山古墳周辺では、中小古墳数基が分布するが、そのうち次の一基は倍長と推定される。なお、両宮山古墳の前面には、森山古墳、西面東古墳も築造されるが、両古墳の場合には吹き石。 埴輪を伴う点が注目される。一帯では、主戦田古墳、小山古墳、周山古墳といった古墳の築造も認められるが、埴輪はいずれにおいても検出されている。所在地交通アクセス周辺注釈出展。ありがとうございます。